ニュースストピックスです金沢市出身でロンドンオリンピックの柔道女子で金メダルを獲得した松本香織さんが石川県観光大使の移植を受けました県庁で交付式が行われ松本さんは2024年春の北陸新幹線県内全線開業に向け石川の良さを多くの人に知ってもらえるよう全力を尽くすと意気込み。 ふるさとの PR に意欲を示しました今回はこの話題について政治部の森記者に聞きます森さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますではまず石川県観光大使について教えてくださいはい石川県観光大使は石川ゆかりの著名人に移植しておりこれまでに俳優の中田達也さん元メジャーリーガーの松井秀喜さん 料理人の道場六三郎さん歌手の島津悦子さんらがついています、はい、8月には東京オリンピックレスリング女子で金メダルを獲得した河井梨紗子選手と妹の由加子選手にも移植されました松本さんは15人目となりますそうですかなるほど 石川ゆかりの素晴らしい方々が観光大使に就任されてるんですね、はい、松本さんが今回移植されたきっかけは何だったんでしょうか、はいえー、松本さんはロンドンオリンピックで金メダルリオオリンピックで銅メダルなどと柔道での花々しいい功績を収めています、はい、それに加えて東京オリンピックでは解説者やインタビュアーとしても活躍していたことから北陸新幹線の県内全線開業を控えたこのタイミングで発信力に期待され 移植が決まりましたああ確かに東京オリンピックではこうさまざまな場面で松本さんのお顔を拝見しましたよね、はい、知名度の高い松本さんが石川の魅力を発信してくれたらこれ大きな宣伝になりますよねそうですね移植場の交付式どんな様子でしたかはい、えー、式典では谷本正則知事が石川の式の植物を表現した加賀友禅のパネルと専用の名刺を手渡して今はコロナ禍で、えー、観光が厳しいがいずれきりは晴れ

県は東京オリンピックバスケットボール女子の銀メダル獲得に貢献しました七尾市出身の赤穂ひまわり選手への移植も予定していて現在日程式典の日程を調整しているとのことですそうですかどんどん全国的に石川がねえ有名なれば嬉しいですねそうですね広めてほしいですねはい今回は政治部の森記者でしたありがとうございましたありがとうございました